はい、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日はどこだろう、これシドの、海釣り公園、小串半島ですね、の小串半島だったっけの一番先っちょの、海釣り公園跡地に来てます。正面に赤い灯台が奥の方に見えますけど、船が 1,2,2つ3つ4つほど出てます。現在8時11分、ちょっと朝ゆっくりめですね。朝6時ぐらいが干潮で、お昼12時ぐらいが満潮です。大潮ではないんですけど、小さい方の満潮なんで、まあまあぼちぼちかなという感じなんですが、はい、仕掛け、いつもの、深瀬、の仕掛けです。あ、狙いはチヌです。さあ釣れるでしょうか。やってみます。頑張ります。長いぞ。じゃあ、チヌか。え？来たよ。
よっしゃ。来ました。よっしゃ、30、35ぐらいかな。来ました、血抜きました。綺麗、すごい。37、37センチです。37ですね。37でした。ぼちぼちやな。
じゃあ2匹目だ。こんなちょっと大きいか。ねえ。さっきよりちっちゃいな。37一緒か。37、同じサイズ、全く同じサイズです。37センチです。同じですね。よっしゃ、綺麗です。綺麗な色です。
やばい、こぶか。しねえな。うわ、長吹き線が。マダイかよ。うわ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 。ちょっと待って、たっきょんな。マダイかよの。でかいチヌです。触るか、ラインが。よっしゃ、でかい、でかい、どや、行ったか、行かんか。うわー、ちょっと足りんか。でかいです。49、あ、でも最高か。最高記録かもしれん。最高記録の49です。49。はい、出ました、49です。よっしゃ、49です。はい、綺麗なチヌです。ちょっと横傷があるな、なんでやろう。49です。残念。
本日の釣果チヌ3匹、37センチが2枚とだったかなと、49センチが1枚でした。50センチにあと1センチ足りませんでした。残念。